天皇家とは一体何なのと。天皇家の後ろに何がおるの。そう、それがヤコブの手紙ですね。封印の書です。もしよろしければ、ここに、砂漠のサボテンの間から咲いてる花の写真がある、表紙に。ユダヤは砂漠のサボテンです。しかし花が咲く。ものすごい綺麗です。本当のユダヤについて話しました。もしよろしければ、ぜひ聞いていただければ嬉しいです。この封印の書、ヤコブの手紙封印の書は CD、DVD にもなってます。ブルーレイにもなってますね。はい。では、ちょっとだけ休憩させてください。ここに飲み物がございます。先生は一体何飲んでるんですかというご質問をいろいろいただくんですが、これ何だと思いますか？ちょっと飲みます。酵素なんです。酵素。こういう字を書くんですね。酵素。で、素はこう。で、酵素とは何かって非常に大事なもので、素材、あるいは材木、木材、いろいろありますが、これを優秀なものを備えて、あるいは用意して、家を作るわけです。で、なんぼ優秀な素材があっても、ヒノキ材やとか、あるいは、いろいろありませんか、そういうもあっても、立派な家は建たない。ね、そういう木材があっても。どうしたら立派な家を建てるのかって、大工さんです。優秀な大工さんがおってこそ、この木材はここに使ってください、ここはこんな風に削ってください、ここはこんな風に穴開けてください、これとこれと合わせてください、大工さんが全部指示するわけですね。優秀な大工、これが酵素なんです。だから酵素っていうのを食べ物と言うたら、皆さん野菜とかいろんなことをやりますね。そして自分の体、この家の場合は体になります、身体。でその間で全てを順序よくやってくれるのが酵素なんです。で、僕は飲んでると言ったんですが、メッセージの時だけ飲んでるんじゃないんです。暇あったら、朝まず起きたら水じゃなくて酵素から、で元気にさせてもらってます。今度3月11日といえば311で、えらい福島原発が起きた日ですが、その日僕の誕生日なんです。はい、3月の11日、それまでみんなおめでとうございますって言ってくれたのに、最近ははっって黙ってもう何も言ってくれないっていうことがあるんですが、今度で74になりますね。満74になります。自分で自分のこと言うのはなんだけども、非常に元気にさせてもらってます。で、その一つがいっぱいあるんですよ。その一つが酵素だと僕は思っておるんですね。で、その酵素が人間の身体にいろいろ指示を与えながら、素材をうまくこう配分させてくれる。だから食べるだけじゃないんですね。それを上手に配分しているのが酵素というものですね。今日はそんな長いこと話しようと思いませんけれども、酵素っていうものは人間を根本的に、だから栄養素とともに酵素っていうものが人間の体を作るために非常に大事ですね。モーセという大指導者は120歳まで生きました。120歳まで。ああ、どうして医学も何もない時代。で、逆に今、立派な、いわゆる病院というのがいっぱいあるわけですね。病院。そうでしょ？しかし、がんはどんどん増える。がんはどんどん増えて、病院もどんどん増えて、先生もいっぱいいてくださるんです。だけど、がんはどんどん増える。国民の大体半分ぐらいはがんで死ぬ。こんだけ医学が進んだのに、なんで人はがんで死ぬんや、からくりがあるわけです。さっき僕ちらっと申し上げましたけど、ロックフェラーです。人を殺すために医学というものがある。これがユダヤ戦略です。ちょっとお手元の資料の1ページを見てください。資料の1ページ、その下のところですね。上にイランだとかトランプだとか書いてありますが、その下、しかも時間の関係上その左の方を見ますと、一番左隅に1489年11月21日と書いてあります。コンスタンチノーブルのユダヤ総主教のウススという人が、彼らの、これは本当のユダヤ人ですが、
アメリカおよびヨーロッパ、アジアに散っていたユダヤ人たちに送った手紙です。日本とは関係ない。日本のユダヤ人はユダヤ教徒でなくて本当のユダヤ人です、1億2500万我らの人口おりますが、そのうちのどれだけであるかということは分かりませんが、で将来 DNA、これお母さんですね。で Y 染色体、これは男。この DNA と Y 染色体をやれば日本は古代ユダヤの人、本当のユダヤの血統はどれだけおるかということが分かる。天皇家なんかその典型です。これまあ秘密でしょうけど、だから日本人はアジアのいろんなところから来たと申し上げましたけども、大多数は本当のユダヤ人です。だから僕は古代ユダヤ系って言ってるんですね。だから聖書の予言というものと、まあ、大きな関係があるか分かりません。今この読むのは、そういうものじゃなくて、アメリカやヨーロッパに巣を作ってるとんでもない本当のユダヤ人だけども、もう恐るべき連中。思想は旧約聖書ではない、タルムードです。俺は特別だと思って傲慢極まれない連中。それは何言ってるかというと、この右の方で我らは迫害されているのですが、どうしたらよろしいですかという問い合わせしたものに対する答えです。モーゼに従う親しい同胞たち、あなたたちの苦しい状況と悲しい運命を綴ったお便り拝見し、私たちも団長の思いです。総務総長からのお指図をよくご覧ください。こいつら先やった左隅に1489年、今からは500年前です。1489年、それから3年経ったら1492年になる。3年経ったら1490年で何があったんですか。アメリカ大陸発見じゃない、コロンブス。コロンブスは本当のユダヤ人です。とんでもないやつですよ。だけどユダヤ人です。あの船で向こうへ渡った連中の中にたくさんのユダヤ人がおりました。だからヨーロッパから新大陸の発見とともに、どん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 古代の本当のユダヤの血統の人たちが渡っていったということが分かるんです。もっぺん言いますと、日本とは別の意味でアメリカ、特にアメリカよりも南米です。南米、アルゼンチン、チリだとか皆さんいらっしゃいますが、あそこには本当のユダヤ人たくさんおる。黙ってるんです。みんな表向きはカトリックになってますが、中身は血統から言えばほとんどユダヤ人です。日本による本当のユダヤ人はほとんどは神道、もう一つは仏教です。だから分からないようになってるわけです。だから宗教じゃないって言ってるわけですね。伊勢神宮なんて皆さんお近くでしょうが、秘密で満ちてるわけです。内部は見せてくれません。出雲大社、これも分からないようになってるわけよ。そのあたりが分かると本当の日本というものがやがて現れるんでしょうね。さっきマッカーサーという人が出ましたが、ある人はマッカーサーに、当時天皇よりも力がありました、戦争終わって間もない頃、そのマッカーサーが頼まれて伊勢神宮の一番の奥にある御神体を開いてくれと言われたんです。そんな